背番号の変更がございます。リードエフォートエールズ56番の選手が24番のユニフォームを着用します。リードエフォートエールズ56番の選手が24番のユニフォームを着用します。後半戦はエールズのキックオフで試合開始という形になります。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ2023グリーンボールジュニアトーナメント、本日の第3試合、ショーエブレイザーズ対リードエフォートエールズの試合、前半を終了し、ただいまでの得点はショーエブレイザーズ0点、リードエフォートエールズ2点、リードエフォートエールズが2点のリードで前半を折り返しております。ただいまよりキッカーは21番の小川が後半戦第3クォーターを開始します。さあ翔英リターン、リターンが中央突破を図ると密集点を突き抜けようとしましたが、これはカーリングを一番自陣27番のキッカーの攻撃となります。後半戦が開始、リターンいたしましたのはショーエーブレイザーズ22番中川選手、リターンはショーエーの22番の中川でした。ショーエーブレイザーズ自陣27ヤードよりファーストダウン、ショーエー自陣27ヤードからファーストダウンって、ランニングバック28番佐藤選手の中央プレー2ヤードのゲイン、ゲインは約2ヤード。ショーエブレイザーズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り8ヤード。後半もランニングバック28番佐藤のランでまず状況打開を図ります。ショーエ自陣29ヤードからセカンドダウン8、ビッケーファースター、ショーエブレイザーズクォーターバック3番ワイドレシーバー22番にパス、番右サイドライン側にいました22番、しし見事にディフェンスカバー外してパスをキャッチ、攻撃権更新です。ショーエブレイザーズファースター19ヤードのゲイン、パスを投じたクォーターバック3番は元取りました。ワイドレシーバー22番は中川、さあまず攻撃権更新になりました。ショーエ自陣48ヤードからショーエーファーストダウン10、インターセプト、インターセプト攻守交代、ここで立て続けにロングパスを敢行しましたショーエー、しかし今度はショーエー姿勢エールズ19番見事にこれをインターセプト、19番攻撃を攻撃権奪取しました。サポー選手がボールをインターセプト攻守交代です。クォーターバックの手から離れたボールはフリーボールとなり、どちらのチームにも同等に取る権利がありますが、リードエフォートエールズ、ここはエールズの19番サコンがボールをキャッチ、見事なプレーを決めまして、インターセプト攻守交代です。ショーエーのまず後半最初の攻撃を封じました。リードエフォートエールズ自陣21ヤードよりファーストダウン、今度は攻撃権エールズに変わります。エールズ自陣21ヤードからファーストダウン10、今度はショーエーのディフェンスが見せます。34番ヤギ選手の左オープンプレーでしたが、ランプレーによりまず状況を作ろうとしましたが、ショーエーディフェンス96番が殺到しまして、このランプレーを6ヤードロスに変えました。タックル、ただいまのプレーにより6ヤードのロス、ショーエー96番は松田、ここでショーエーがディフェンス対応をまずしてまいりました。エールズ自陣15ヤードになりましたのセカンドダウン16、
リードエフォートエールズランニングバック34番再びしかし翔英エールズ34番にボールを出しました。左オープンプレー今度は左オープンへのランプレー相手ディフェンスをまくるように外へ展開しました。ゲインはしておりますがしかしサードダウンに変わります。ファーストダウンまでは残り12ヤード。リードエフォートエールズ自陣19ヤードからサードダウン12。リードエフォートエールズランニングバック34番八木選手見たいボールを八木の総力で状況を打開図りましたがしかしこれは翔英見事に対応し翔英ブレイザーズ96番増田選手が再びタックル。ほとんどゲームを与えておりません。かえって1ヤードのロス。リードエフォートエールズこれを96番の増田が対応しました。13ヤードエールズフォースダウン12ハントフォーメーションを選択します。このパントはフェアキャッチです。翔英リターンしません。リードエフォートエールズフォースダウンパント攻撃によりまして攻撃権を放棄。パントボールを翔英ブレイザーズ22番リターナー中川選手がフェアキャッチボールをリターンしないという合図をしてキャッチいたしております。その時点でボールゼットとなり結果的に自陣脱することはできませんでした。44ヤードよりファーストダウン翔英相手陣44ヤードからの攻撃に入ります。翔英ブリザーズファーストダウン28番佐藤選手の中央プレイ。こちらもランニングバック28番の佐藤のランで状況打開を図ります。ファーストダウンまで残り7ヤード。自ら体を中央にねじ込むように3ヤードゲインです。翔英相手陣41ヤードからセカンドダウン7。さあ再び佐藤に託した。しかしこれはブレイザーズランニングバック28番佐藤選手左オフタックル左方向へのランプレーを後ろからパシュートしましてゲイン1ヤードにとどめています。梅本選手がタックルタックルしましたのはエールズ9番の梅本。翔英ブレイザーズサードダウンファーストダウンまで残り5ヤード。エースランニングバックの総力に状況打開を託そうという展開になってまいりました。翔英サードダウン6クォーターバック3番後藤選手ここで裏打ちのようにクォーターバック3番ハンドオフのフェイクから自らキープしました。ファーストダウンを獲得意表を突かれたが右オープンを展開しまして6ヤードのゲイン攻撃権更新です。翔英ファースト敵陣33ヤードよりファーストダウン素晴らしい判断で攻撃権更新を果たしました。翔英クォーターバック3番は後藤翔英相手陣33ヤードに入りましてのファーストアンテン。クォーターバック3番プレーアクションからパスを投じようとしました。しかしここでエールズディフェンスインが佐藤中央を落ちましたがリードエフォートエールズ QB 策でしたが粘りまして約1ヤードゲインに変えました。1ヤードのゲイン翔英ブレイザーズセカンドダウン。大きなロスを招くかというプレーでしたがしかしむしろこれを粘りまして1ヤードですが獲得しております。翔英セカンドダウン9ボールオン相手陣32ヤード。
ショーエブレジャーズクォーターバック3番後藤選手、再び自らの走力でトップを図ります。今度は QB ドロー、パスに見せかけ自ら中央突破を図りました。7ヤードのゲイン、これにより約6ヤードゲイン、6ヤードのゲイン。ショーエブレジャーズサードダウン、ファーストダウンまで残り3ヤード。ショーエ相手陣16ヤードからサードダウン3。さあこの3ヤードの攻防注目です。ショーエブレザーズクォーターバック3番後藤選手、ここでカウントミスがあったか、プレーが一旦止まった形ですが、プレーが展開する状態になりました。本日このタイミングのズレをすかさず見逃さず、見逃さず選手がタックル、エールズ9番がラッシュしまして大きくロスを奪いました。7ヤードのロス、ショーエブレザーズフォースダウン。素晴らしい判断でタックルしましたのはエールズ9番の目元。ショーエフォースダウン点になります。ここでホイッスル、チームタイムアウト、ショーエブレイザーズ。ショーエ、ここで後半1回目のタイムアウトを使います。後半1回目です。アメリカンフットボールはオフェンスチームは基本的には一定のタイミングで揃ってスタートしなければいけません。アメリカンフットボールでは前半後半各チームが3回ずつチームタイムアウトを要求することができます。タイミングによりましてスタートするといった様々な手法が問われますが、先ほどのプレー、おそらくラインマンセンターのボールの出すタイミングとクォーターバックが予定していたタイミングが異なった形でプレーが始まりました。このズレによりましてプレーが止まったような動きでスタートしてしまい、その隙をすかさずついたエールズのファインプレーだったという状況です。さあ翔英、しかし相手陣33ヤードにあります。最後の攻撃権フォースダウンでこの10ヤード突破を図るでしょうか、あるいは他の選択を選ぶでしょうか。タイムアウトを解けましてまもなく試合再開です。翔英フォースダウン点、フォーメーションを組みます。プレーを選択します。10ヤード前進をこの1回にかけます。ショーエフォースダウンギャンブル、フォースダウンギャンブル、パス成功、攻守交代。リードエホテールズショーエはパスプレーで突破を図りましたが、エールズ、これはパスカットしまして、パス成功、プレー失敗に終わらせました。4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代となります。攻撃権はリードエホとエールズに変わりました。スポットより攻守が入れ替わります。自陣33ヤードよりファーストダウン。攻守変わりまして、エールズの攻撃になりました。エールズ、自陣33ヤードからファーストダウン10。クォーターバック4番ショットガンフォーメーションから QB ドローによるランプレーを突破を図りましたが、ショーエブレザーズこのプレータイミングが合わなかったかノーゲインとなっています。攻撃権1つ失いエールズセカンドダウンに入ります。96番松田選手がタックル、ノーゲイン、リードエフォートエールズセカンドダウン。エールズ自陣33ヤードからセカンドダウン点、パスを取った、パス成功、ファースター、
ーターは4番、ターゲットを探してワイドレシーバー87番にパス、これを87番倒れ込むようにキャッチしまして攻撃権更新です。リードフォートエルズファースター88ヤードよりファースター、パスを投じたクォーターバック4番は信弘、取りました。ワイドレシーバー87番は福山でした。エルズファーストダウンに更新しまして相手陣48ヤードからの攻撃に入ります。リードフォートエルズファーストダウン10。前が空いている。インサイド10、5、エンゾーン達成。リードオブエルズ。クォーターバック4番。失礼いたしました。あまりに見事なフェイクのために私を釣られました。ランニング枠に持たせると見せかけ、クォーターバック4番自ら来、一気に独走しました。そのままエンドゾーンを駆け込んで立ちた。6点を追加。リードオブエルズ6点獲得です。そしてタッチダウンの後のトライフォーポイントに挑みます。トライフォーポイント、このキックは失敗、6点止まりとなりました。しかしリードエルズ8点、ショーエーブザーズ0点、エルズタッチダウンによりその差8点に変えました。ただいまでの得点はショーウェイブレイザーズ0点、アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウンのリードです。ただいまの得点は終わりました。リードフォートエールズのキックフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にボーナスプレーとしてワンプレーが組まれており、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これと最初にありました自殺戦セーフティーを加えますと、アメリカンフットボール得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通り、この足し算により構成され、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして得点を挙げましたリードウェイフォートエールズのキックオフで試合再開です。ラグビーと違い、アメリカンフットボールでは得点を挙げた側のキックオフで試合再開となります。さあ翔英リターンに入った。タックル受けながら粘りまして、自陣30ヤードを超える地点からの攻撃となります。キックオフで試合再開、リターンいたしましたのは翔英ブレイザーズ22番中川選手、15ヤードのリターン。セーフティーとそして立ち上がりまして、エールズはリードする形になっておりますが、得点が8点というところが非常に微妙なところになります。翔英もまだワンプレーで最大得点8点を狙えるその得点差。さあ状況どのようになるでしょうか。ここから翔英の攻撃に変わります。翔英自陣34ヤードからファーストダウン10。翔英ブレイザーズ展開しますが、これをエールズディフェンスが殺到。中央を突こうとしましたが、リードエフォートエールズキャプテン5番ディフェンスライン山下選手がタックル、このランプレー1ヤードロスに変えました。翔英ブレイザーズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り11ヤード。翔英セカンドダウン11。ここで第3クォーターが終了し、ショーエーブレザーズ0点。第3クォーター終わりまして、ショーエーブレザーズ0点、リードエーファとエールズ8点、エールズが8点リードで最終クォーター第4クォーターに移ります。第4クォーターラストクォーターへと入ります。